はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。外で働けない人のための在宅ワーク講座というわけでやってまいりました。やってきたのかな、ってしまった、釣られてしまった。前回でそう、在宅ワークの勧めっていう動画を出したんですけども、それを自分で見返してみて、今、それに釣られたんで、その話は置いといて、ですね、ちょっと要望、リクエストがあったので、ちょっとね、こんな感じのタイトルで今回はね、在宅ワークに関してのお話をしていこうと思います。ただ前回と多分ね、被ることが多々あると思うんですけど、そこはご了承くださいというか、前回見てない方もいらっしゃると思いますし、この動画を初めて見たっていう人がいれば、それで、万事 OK。一応両方見ていただけた方が多分今回喋りきれないこともあると思うんで、一応ね、概要欄にリンクくっつけておくんで、よかったらそっちも見てください。というわけでいきましょう。とりあえずですね、私もね、病気とかで、やっぱね、病気とか怪我するとね、働けなくなっちゃってね、いろいろね、特に精神的なやつとか、私がなったパニック障害とか、あれは精神的というか、精神的な部分は関係するんですが、やっぱ脳の障害だったりとかするから、言うたら病気なんですよ、病気。病気はもうね、しょうがないです。やっぱ私もね、精神論、ね、本当ね、気合とかでね、なんとかなると思ってた人間なんですけど、やっぱね、どうにもならないやつって結構世の中にあるんだなって痛感したんで、そういう時に、でも、かといって、働けないから収入がない。じゃあどうするというのが、やっぱいろんな択が出てくるわけですけど、そんだけでも、やっぱ外で働けるのはなかなかしんどいけど、なんとか在宅ワークで、ね、昔あった内職とかっていうのもあるんですけど、なんとか食いつないでいけないかっていうね、話なんですよ。やっぱ人間生きていく上でお金はやっぱ必要なんですよね。というわけで、その辺の話をね、もろもろ、ちょっと前置きが長くなっちゃうとあれなんで、ペペッといきたいと思うんですけど、まずですね、どうしようかな、ランク分けとかする？でもね、ちょっと今回ランキング形式になんかしようなんてちょっと調子こいと思ったんですけど、思ったよりやれそうにないわ。やれそうにないんで、一個一個いきます。はい。とりあえず、おすすめっていうかそういうところからいこうかなと思うんですよね。まずですね、やはり今だったらば、そうだね、パソコンがあればかな。ちょっと待ってね、こっちにしようか。PC あるのが前提。なんか変なのついてきた。そういうところだぞ、本当に。でもやっぱりそういう前提条件が出てってしまうんですけども、一応やっぱりこれが一番多分無難ですよね。クラウドソーシングってやつですか、俗に言う。これは結局ネットでいろいろお仕事をね、受注したりとかっていうのができるんですよ。で、それは在宅でできる仕事だったりとかいろいろあるんですけども、有名だと私がやってたのが、クラウドワークスさんっていうとことか、ランサーズさんですかね。大体この辺が有名ですかね。一応ね、登録とかして、自分でその仕事を、受注というか、いろいろね、求人っていうか募集かかってるから、そこに対して、ちょっと、その仕事やってみたいですみたいな感じで声かけて、自分のちょっとした履歴書ではないんですけど、軽い経歴みたいなの書いて出す。経歴じゃないですかね、一応本人のプロフィール自体設定できるんで、どっちかというとその労働条件とかそういうのをお話しするみたいな感じですかね。本当ピンキリなんですよね、これが。ピンキリ。個人的にやってて思ったのが、稼ぎたいのであれば、時給制が多分ね、望ましいと思うんですよね。時給制の方が単価がやっぱりね、あれなんですよ、いいんですよ。ただ、在宅なんですけど、時間的な拘束、をされるデメリットもありますと。本当はもっとね、まとめない。もうこれだとちょっとあれだな。なんかちょっとザーって感じになっちゃうよね。ちゃんと羅列というか。でも伝わればいいですか？
でまとめ版とかも出したいとは思うんですけどね、こうやって行き当たりばったりのやつじゃなくてね、完全にまあ本当は今回ラジオ動画みたいな感じになっちゃうんですけども、で、あとはまあ給料っていうかね、どこがいいかな、ちなみに単価が高い、単価違うね、高いのは、技術職ですね。これ前も多分書いたと思います。はい、これはもうまあ、ネットにね、そういうクラウドソーシングとかに限らずこんな感じです。例えばやっぱプログラマーとか、あとはね、外国語関係、外資系ではないけど、まあだから例えば翻訳とかね、まあ結構こういうとこはやっぱりまだ需要があるみたいで、今はね、なんかいろいろとね、翻訳アプリとかいろいろあるけど、それでもやっぱり人のやっぱその力は重要ですよね。ただ外国語関係って、まあ、もちろん多分文章をそのまま訳すというような仕事もあると思うんだけど、対人関係になってくると、まあどうなのかな、在宅ワークの枠を超えそう。まあプログラマーとかも多分まあ多分チャットワークスとかでまあやり取りする可能性はあるんだけど、多分ね、ビデオ通話みたいなやつを要求される可能性があるんだよね。だからまあでも完全に引きこもる必要性がうんぬんって話じゃないけどね。あとなんだ、あと単価が高いのもう一個ぐらいあったな。なんだっけやべあ、頭が回らないぞ。今撮ったのは失敗かな。でも早めに出したかったんですよね。ですね、なんか忘れてますね。一個、もう一個ぐらいでかいのがあるんですけど、とりあえず忘れたんで別個で後でいきます。あ、やばい、これやばいやつだな。ちょっとね、脳の回転がいつもより多分いつもの半分ぐらいですね。私たまにこういうことあるからね。まあまあ一応ざっくり聞いてください、ざっくりと。ラジオ動画なんでね。ただやっぱり技術職っていうのは技術がないとできないんですよね。だからまあどういった状況なのかっていうのが結構重要ですね。まあ新たに勉強しても時間がある程度許されているのであれば、勉強しながらやっていくっていうのもありですよ。実際ね、やっぱ仕事も未経験から始められる仕事って結構あって、やっぱそれもネットも同じことで、ちゃんと担当者の人とかがついてくれて、その人と一緒に学びながらやっていくみたいなのが結構あるんですよね。あと一応まあ本当に単価高いのがあるんですけど、まあついでって言ってんのかな、私がまあやってたのが、やろうとしてたのが、まあ結構ライター的な仕事ですね。はい、まあ文章を書く仕事、これがただ私は許容できなかったのがね、簡単ではあると思います。多分おそらく簡単、私は特に文章書くの特に苦手ではないんで全然やれる仕事だったんですけど、コピペとか引用ですよね。もう本当だからね、というか、なんていうのかな、改ざんって言っていいのかな、これ。要は、元のオリジナル文章があって、それをちょっといじってくださいみたいな感じで、だから多分ネットの記事って似たような文章いっぱい今出回ってると思うんですけど、こういう仕事があるからなんですよね。でもこれは結構単価高いっす。まあ一応なんか1本で1000円とかの仕事が多いかな。まあ良ければ1本1万円とかいくのかな。だから月に10本ぐらい記事書けば10万ぐらいになるんじゃないですかみたいな。まあ10万、まあそれはいい例ですけどね。まあだからでも場合によっては月にまあね、まあよくあったのが20から30ぐらい記事を書くて、まあ短い記事で1個3000円とかもらえるやつがあって、それをだからまあ月で30ぐらいこなせば10万ぐらいは稼げるよみたいな仕事はあったんですけど、私どうしてもね、自分の謎のプライドみたいのがあって、オリジナル的な文章を書きたくて、拾ってきた文章をなんかいじくるのがすげえなんかこんなんでなんかね、まあ、本当死ぬほど言ってられる状況でもなかったんですけど、なんかね、そういう妙なこだわり出したりとか、あとね、画像の引用とかが結構曖昧で、やっぱ著作権とかあるじゃないですか、あるんですけど、
なんかどっか経由で拾ってきたらありですみたいな、なんかよくわからんこと言われたりとか、あとインスタとかで拾ったやつがどうのこうのとか、なんかねすげえ嫌だったんですよ。なんかいろいろとあのね、なんか納得いかないことがあまりにもあって、個人的にはすげえ嫌だったんですよ。でもこれは多分かなり一番楽かもしれないですよ、本当に。ぶっちゃけだってもうね、言ったら、ね、ちゃんとね、もちろん書いた文章とかチェックしてもらって、それで OK とかもらえるんでしょうけど、ネットに落ちてる文章っておいおいっていうような、なんか誤字脱字とかめちゃめちゃあったりとか、こいつ何言ってんだみたいな文章結構あるじゃないですか。だから多分そんな感じでゴーサイン多分出ちゃうんですよね。だから結構緩いと思うんですよ、おそらく。もちろんそのついてる担当さんとか、その会社というかね、そこのところによりけりだとは思うんですけどでもね、個人的にだからなんかね、いろいろと納得いかなかった仕事ですよね。で、あとはもう私の、まあこれ本当に一部ですからね、もっといっぱいいろんな仕事がありますよ、本当に。あとはもうね、あと私がやってたのが、単価が、恐ろしく安い仕事はい、これは正直おすすめしたくないですけど、コツコツやるのは、だからコツコツやれるということですね。あとすぐやれる、短いから。まあだからアンケート系とかね、これはね本当手軽でございましたよ。本当に、まあ本当ではピンキリで1円とかのやつとかいっぱいあるからねこれだからあんまり、あんまりおすすめはできないですけど、でも、まあでもね、多分きついと思うんだよな。たまに良くて1件50円とかだからね。それでやっていくのは、でもやっぱりコツコツ積み上げるっていうのが苦手じゃない人だったら、でも実際結構なお金にはなるんですよ、これも。ほんと毎日とかずっと1日に結構 何十件何百件とか、私もすげえやってましたけど、でも100件こなして1件1円だったら100円だからね。まあ、100円バカにできないですけどね、全くもって。ただ100円稼いでもそこからあの仲介料みたいなの取られちゃうんですよね、やっぱそのクラウドソーシングの仕事は。やっぱこういう運営さんがいるんで、運営さんにもマージンが、やっぱマージンと言っていいかな、まあ入るので、まあ、その辺はね、させていただければと思うんですけど、まあ当然といえば当然ですからね。であとね、まあこれもね、これはあの完全にこれね、外出ちゃうんですけど、あのね、よくある覆面調査みたいなやつね、これもちょっと やってみました、お試しに。まあこれぞ本当にステルスマーケティングなんじゃないかっていうような感じもするんですけど、これはね、割と単価が良かったですね。まあ、なんていうの、モニターっていうのかな。まあ、よくあるやつですね。これね、バイトでもあると思うんですよ。割と、まあ、外に出る仕事もあったりとか、結構ね、通常のバイトみたいなやつも結構あるんですよ、実際。モニターのような仕事ね。あと、あれか、写真を撮ってきてくれっていう、建物の写真を撮ってくれっていう仕事もありますね。まあ、この辺はね、どうなんだろうね、勝手に、あれね、一応、まあ、許可もらってるつもりでやってたけどね。一応この辺はまだ単価がそこそこ。ちょっと本当ね、文章はあんままとめられてませんが、まあちょっとね、簡潔にいきますね。単価はそこそこ。まあ1件5000円とか3000円ですとかありましたけどね。まあこれちょっと外出ちゃうから、在宅ワークの枠を超えるんでね、あんまりお勧めはできないですね。大体私がやってたのが、こんな感じですかね。まあ、他にもちょっとね、何個か仕事したんですけど、ちょっとね、守秘義務の関係であんまり言えないやつもあるんですよね。そうだね。まあ、だから自分がやれるなって思った仕事をやるのがいいと思いますけどね。やっぱ一応単価も全部基本的に表示されてます。まあ、表示されてないものもありますけど、大体いくらかいくらまでみたいな。で、この期間内にやっぱりこういうね、まあ、やってほしいことがあるんで、ちゃんとやれますかみたいな、まあ、のはありますけど。まあ、大体、まあ、難しい仕事はやっぱり技術職とかなんで、技術職に行かない限りは結構誰でもやれるような仕事はいっぱいあるっちゃあります。あ、ごめんなさい、まだあったわ、私がやってたのね。結構だからこれね、結構これもコツコツなんですけど、データ入力の仕事、これはね結構私は好きでしたね。
まあね、単価、まあ、場所による場所というかね、1項目ね 0.6 円とかなんだけどね、まあ私がやってたやつはね、うん、でも結構長期契約、まあ、まだ契約残ってんだよね、うん、うん、いやその気になればまたコツコツ副業はできるんですけど、だからな、例えば名前、名刺の入力とかだったら、名刺の名前を入力すると 0.6 円で、役職入力して 0.6 円とか、そんな感じなんですけど、まあ、結構ルールが細かかったりするんですけど、なんでまあ、1日に結構、その気になれば、1日に何千円かは稼げます。うん。で、1日3000円稼げれば、まあね、毎日コツコツやって、一応月10万近くはいきますよね。で、一応あと、1日にその一定金額、一定項目とかまでやると、ボーナスがもらったりとかするところだったんで、まあ、ちょっとした本当うん百円だけど、でも結構でかいんですよ、そのね、うん百円積み上がるだけでも。そういうのやるだけでも結構いいね。あと時間帯ボーナスとかもあったね。いや結構ね、これは私結構好きでしたね。ただ単価がないやつもあって、これね、これただちょっとね、時給制のやつね、これ本当はこれやりたかったんですよ。これ結構高かったんですよね。私は受かんなかったというか、ちょっとね、私が抵抗したというか、いろいろ根掘り葉掘り聞いたのが良くなかったんだろうね。いやー、だからね、ちゃんとまあ一応企業さんと、でもこれは結構めんどくさくて、あのね、これが多分、どこまでだっけな、まあ。とりあえず定期的に通話とかしなきゃいけない。通話というか、ビデオ通話ではなくてよかったんだけど、でもなんかとりあえず通話しました。まあこれは別に私通話とか全然平気なんですけど、ただめんどくせえっていうのはありますよね。だから結構時給制っていうのはやっぱ時間に縛られるんで、そこはやっぱり、ね、こういう私がやってたようなこの単価のやつとかは、自分がやりたいときに、まあ、そのままやって、やめたいときにやめられたから、しかも、ね、在宅ワークのメリットとして、やっぱりね、監視されないじゃないですか、基本的にね。なんで、まあ音楽とか聴きながら、悠々と、あと動画とか見ながら、まったりとかいうのを結構やってて、結構ね、この仕事はお気に入りでしたね。まあ人によっては飽きます、コツコツなんで。ただ問題はこの時給制のやつっていうのがさっき言ったあれなんですけど、これが嫌だったんですよ。あのね、監視されます。監視されます。完全に。完全にと言わんけどね。だからちょっと怖かったんですよね。あ、なんかね、専用ツールを入れてくれって言われて、で、これが、要は、そのちゃんと作業をやっていくかどうかを定期的に監視するやつを、だからデスクトップ上のものが監視されるみたいな。そうで、だからパソコン、自分のパソコンって結構プライベートなマシンなわけで、まあ一応仕事用のね、PC2 台とかあれば片方でやればいいんだけど、でもやっぱりちょっと怖いですよね、これね。いや、その辺が気になっていろいろ聞いてたら、結局面接落ちちゃったんですよね。だって、怖いじゃん、これ、みたいな。で、そう、怖いといえば、あのね、ちなみに、クラウドソーシングとかの求人というか、そのページにあるからって言って、あのね、安心しちゃいけません。これも言っとかなきゃいけないよね。危ない仕事もあります。これね、気をつけてください。本当に気をつけてね。特に単価が危ういとかしない。単価が高いやつほど危ない。買ったりもします。結構。例えば、クラウドワークスとかだったら、30万から50万月稼げますよみたいに言ってるやつとかね。で、特に、具体性がないやつ。やったりとか、禁止されてるんだけど、LINE とかの登録を求めてくるやつ。こういうのは危ないです。マジで。基本的にこういうのって違反なんですよね。だから、クラウドワークスの、クラウドワークスとかだったら、その、ちゃんとあるんですよ。もうその、仕事用のページを作成できて、そこでちゃんとやり取りできるっていう、そのチャットみたいな、チャットというか、まあ、掲示板というか、そういうのがあって、そこでやり取りしてくださいっていうのがあるんですけど、その外部の LINE とか、そういうのを求めてくるやつがあるんですよ。で、内々でやりましょうみたいなやつとか。まあ、もちろん、ちゃんと、直接やり取りしたいからっていうのであるのも、まあでも本来ならね。ただ一応 LINE のグループ通話とかそういう機能が使いたいからとか、あとまあただチャットワークスとかは全然ありだと思うんですけどね。外部の、要はちょっと、そういう社内でツールは使いたいからっていうのは全然いいと思うんだけど、やっぱね、いかがしいのは結構あります。特に MLM でしたっけ、私前動画作ったんですけど、マルチなんとかマーケティング忘れちゃったな。
まあ、要はネズミ講みたいなやつ、うん、とかの勧誘があります。特にあとこのね、例えばだけど、まあ、結構詐欺の分かりやすいやつとかって、あのね、やっぱ初期費用がかかる仕事は、あのね、基本詐欺だと思ってください、うん、最初にこの額だけ払って後々お金増えてきますよとかいうやつね、まあ、基本的にもこの引っかかる人いないと思うんだけど、割と結構テレンテクだ、いろんなことで言ってきますからね、うん、結構危ないんで、そこは本当気をつけてください。あと、まあそうだね、基本的にこんなもんかな。なんかもう一個ぐらい言おうと思ったことあったんだけど、まあこういう仕事もあるんで、あとあれだ、あれなんだ、あれなんて言うんだ、あれ、まあ似たようなもんか。あとあれだね、だから情報商材みたいなやつ、系とか、あとね、一応そのちゃんとした正規の仕事があったんですけど、そこからあのね、例えばなんだっけな、なんかね、プロセスというか、あのね、ステップ、何ステップか、こなすと、うん万円もらえますみたいなやつがあって、私ね結構やったんですけど、最終的に怖くなってやめたんですよね、まあ、こういうのね、なんかあのうまそうな仕事というか、美味しそうな、なんか明らかに釣ってきてんの俺みたいなやつは、あんまほとんど触らない方がいいです。実際お金多分もらえると思うんですけど、あんまりお勧めしたくないです。ちょっと怖いですよね、やっぱ。ちょっとした小金をもらうためにいらない、なんか危ない人たちと変なつながり持っちゃうとかいうのが多分全然危ないんで、なんでできれば無難なやつをこなしていきたいと思います。まあ、実際ね、仕事とか会社とかって際どい話ですよ、実際。実際ね、その人たちが本当にね、例えば有名な子もそうだけど、どういう組織なのかっていうのは表じゃ分かんないからね。で、内側入るに入るけど、ね、面接とか行って、その場行ったらもう逃げ出せないみたいなこともあるからね、怖いですからね、本当に。在宅はまだその分だけある程度危険性は回避できるんだけど、それでもやっぱりね、危険なのがね、まあ大体分かりやすいっすよ。もう怪しいのは、本当具体性がないんで、これすぐ分かる、本当に。なんかすげえね、抽象的なこと書いてあって、やる気がある人とか、とか。で、大体書いてあるのが、なんだっけな。なんか、簡単なフォームに入力するだけとか、そんなんだっけ。なんか、ほんとすごい、コピペするだけとか、あのね、そんな仕事はありません。このコピペするだけで月30万から50万稼げるならみんなやっとるわいっていう話です。はい。で、あとはですね、これまだまだ、ってか、やべえ、思ってる人に流れちゃったけど、前回話したのがポイントサイト。本当はこのね、ポイントサイトを新しいパソコンでゲームとか動かしてみようと思ったんだけど、これまた別でやりますか、これは。これ正直、なんとも言えないです。本当にコツコツなんで、ただ、あのね、瞬間的に稼げる手段はあります。もちろん、審査があるんですけど、これはあんまお勧めしたくないけどね。でも実際これ稼げるんですよ。クレジットカード作るやつね。で、これも上手にやればいいんですけど、ちょっと際どい。実際クレジットカード一つ作るだけで、5000円だか1万円もらえて、で、ね、30社というか、30個ぐらい作れば30万ぐらい確かに手に入るっぽいんですけど、私はちょっとね、やっぱ気が進まなくてやんなかったんですけど、まあ実際ね、クレジットカードで作ったら作っただけで別にデメリットがあるやつは少ないですよ。年会費とかかかんないやつと結構あるし、別に限度額とかだって自分がね、設定しなきゃいいっていうのもあるし、自分が入れた分だけ、なんか自分銀行ってのやつ、自分が入れた分だけ、なんつったっけあれ、忘れちゃったな。まあなんかあるんですよ。最初からなんか例えば10万円とか限度額あるものじゃなくて、自分が入れた金額だけ、ただ本当に本当銀行システムみたいな、本当にそういうのがあるんですけど、クレジットカードでもなんですけど、あんまりこれはね、おすすめしたくないです。実際まあ、ね、作って最終的に解約しちゃえばいいっていうのもあるし、実際ポイントサイトって何が便利かっていうと、実際そういったクレジットカードとかもそうなんだけど、やっぱマイレージみたいなのあるじゃないですか。いや、ただただに現金で買い物するよりは、なんかそういったカードとか通したりとかして、なんか要はポイントを絡めると、より美味しいし、さらにポイントサイトのやつを利用すると、さらにね、ポイントが倍になったりとかするんで、実際上手に使ってる人はいると思うんですけど、これはね、結構際どい話です。実際まあ、ね、消費も抑えられるし、
かなり賢いやり方だとは思うんですけど、結構ね難しいし、何より全てが自分のやりたいこととか買いたいものが全てにポイントがつくわけじゃないんで、なかなか際どいところですね。でも一応毎日そのポイントサイト内のゲームをやったりとか、まあそういったちょっとした、これもだからアンケートとかですよね。まあだからこういう、まあ似てますよね、案件はね。だから若干そのクラウドソーシングとかとも被る部分はあるんですけど、まあこっちの方が限定的ですけどね。あとはだからよく買い物とかする人とか、自分の好きなものとかがポイントサイトとかにあって、そこを通して買ったり、そのまあクレジットカードなり、まあ使ってたら、これもだからちゃんと管理できるかどうかも結構重要ですからね、クレジットカードとか。いや、気づいたら限度額いっぱいでした、みたいなよくある話ですから。その辺が自制できる人とかにもおすすめですけど、やっぱり今、このテーマとしては、今外で働けない人とか、病気とかの人とかになっちゃうから、あんまり難しいですよね。だからあんまりおすすめはしたくないかもしれない。ただ一応こういう仕事がありますよっていうお話ですね。あとは、まあ、今で言えばやっぱり、まあ、YouTube とか、まあ、言ったら、ね、なんていうの？まあ、動画サイト、生放送とか。まあ、有名だとフワッチとか、フワッチフワッチか。まあまあ、いろいろありますけど、ニコニコ、ニコニコ、ツイキャスも今、そうだね。まあ、オプレクとか、まあ、いろいろありますよね。まあ、失礼。スイッチとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、いろいろ。まあ、ただこれも難しい話で、やっぱ安定感はないですからね。まあ動画投稿だったり、生放送だったり、まあ私も今副業でやらせていただいてますけども、まあ確かにこれも、まあ、実際ね、外で働けなくなったらこそ試してみるのはいいとは思うんですけどね。ただやっぱりある程度のとこまでいかないと安定はしないですよね。あと何より、例えば、まあ、そのやっぱ視聴者さんがどんだけつくかっていうのもありますし、例えばあと投げ銭とかって言っちゃっていいかな、まあ、まあ、YouTube ではスーパーチャットとかいろいろあるんですけど、まあ、ツイキャスだったらなんだ、お茶爆とかキートスとか、まあいろいろあるね、ふわっちだったら花火とかなんか、まあいろいろあるんですけど、まあ17ライブとかでもいろいろありますけど、まあ、だからすごい瞬間的にもしかしたら稼げる可能性はあるんですけど、やっぱその領域にたどり着くまでにやっぱり、わかんないですけどね、運要素が高いっていうのはある。あー、なんだこれ、運プテンプ、運プよ、運プ、運要素が高いですよね。ですし、まあやっぱ YouTube とかもやっぱ Google さんのさじ加減っていうのも結構ありますからね。でもまあ結構ね、精神的なリフレッシュになる部分ももちろんね、アンチの人がいっぱいついてるとかするとストレスもたまるかもしれないですけど、まあ私は結構おすすめしたいといえばしたいですけどね。ただまあどうすぐ収入金結びつく、 YouTube なんか特にボーダーが結構きつくなったんで、結構ね、やりづらい部分はあるかなとは思うんですけど、ただまあいろんな人とね、特に引きこもってると人間ダメになるんで、やっぱそういう生放送とか動画とか通して、やっぱ結構ね、リスナーさんっていうか、まあ視聴者さんとかと交流するのはいいと思います。精神衛生的にもね、まあね、運用数が高いと博打感が高いんですけど、まあありといえばありですよね。うまくいけば本当は収益化できますしね、実際。私もそのうちこれ1本で食べていきたいとか思うんですけど、なんとも言えないからね。まあ、こういった仕事はしていきたいなとは思うんですけどね。あとが、ちょっとね、本当はもっとこの辺喋りたいこといっぱいあるんですけど、ちょっと長くなってきたんで、ちょっと端折りますけど、まあちょっと個別に聞きたいっていうのがあれば、また、というかまた私がむしろ納得いかないから自分でまた個別で作るかもしれないけど、今回はクラウドソーシングに関する話がメインでしたかね。まあ一応本当はおすすめしたいのはこれなんでね。一応ちゃんとした仕事ではあるんで、はい。まあただ危ない話もあるからっていうね、だから一応メリット、デメリットに関しては話せたかな。でポイントサイト、あとなんだっけな、前回なんか言ったこと ありましたね。てかなんか私結構いろんな今抜け落ちてる気がする。まあ正直ここももっと細分化してもいいしね、実際。ちょっと動画投稿生放送でくくりにしちゃったけど、やっぱ各サイトごとの
やつとか一応話したいかな。私もまあ全部使ってるわけじゃないんで詳しくないですけど、まあ一応他の人の配信とか見たりとかで一応ね、いろいろちょっとちょろっとした知識は持ってるんですが、まあその程度で、やっぱ自分がやってないとね、一概には言えないんですけどね。いやー、でもこんなもんすかね。とりあえずこんぐらいにしときますか。ちょっと30分になっちゃったんでね。はい、じゃあ一回じゃあここで終わります。ちょっとまた気になることとかあったらね、コメントしてください。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。